だ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまではわずかの間でもいい、ポセイドンを抑えるんだ。ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、お前がハーデス冥界。そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。そこをどけムーよ、これこそスペクターの証よ。バカな奴だぜ、あのお方に逆らうとはな。お前たちだけは絶対に許さん。我らの目的はアテナの首のみ、それ以外にはない。お前たちの瞳に悪は見えぬ。お前は本当は今お前に語れることは何もない。目の前で同胞が殺されているのを見て何の行動も起こせない奴は男として認めん。食いることなどあるものか。この三匹の裏切り者は俺が片付けてやる。若返ったわしの力を侮らぬ方が良いぞ。しよう。いつまでもこうしてはおれん。ここで終わらせてやる。して仲良く視界へ送ってくれるわ。この黒き谷までは逃げ場がないぞ。奈落の底へ落ちるか、俺の剣を受けるか、二つに一つだ。死んで食えるのだ、己の無力さを。三巨頭108のスペクターの中でも最強、たかがブロンズセイントに敗れてたまるか。言ったはずだ、貴様らにエリシオンへなど行かせんと。人思いに死になさい。このカノン、もはや何の憂いもない。悪いが勝負を急がせてもらうぞ。何としてもハーデスを撃つ。アテナと地上の平和のためにハーデスを撃つ。そこをどけ、セイントよ。アテナは絶対に殺させはしないぞ。今こそ燃えろ、俺の命よ、俺のコスモよ。この主流のコスモ、全てお前に叩きつけてやる。男なら最後まで自分の立場で戦い抜くのみ。今こそ受けろ、アンドロメダの真の力を。フェニックスを滅ぼすなど少し。この俺と10万億度の彼方まで行ってもらうぜ。思えば今まで何人の友が、兄弟が倒れていったの。俺をここまでたどり着かせるために、俺はアテナの命を救うために、こんなところで倒れてなんていられないんだ。だから俺は何度でも立ち上がる。お前たち人間にとって神とは恐れ敬うものなのだ。思ってくれぞ。それを忘れた今、愚かというよりもあまりに悲しい存在だ。地上を乗っ取ろうとするような邪悪の神のどこに正義があるか。確かにお前の背にも星が見えるな。